構新しい背景、いくつもの赤色灯が回っている、大量のパトカー、慌ただしく何人もの警官が右往左往し、鑑識員の宅フラッシュが明滅する。私は未だに信じられないでいた。第一報を聞いてまさかと思い、そして現場に駆けつけてみればこの通りだった。え、まさかもう水瀬死んじゃったの？こりゃどういうことだ。おい、昨日の今日だぜ。さすがに私にも信じられませんね。どういうことなのこれって早いなそこに倒れていたのは間違いない。昨日私が事情聴取をした水瀬はるかさん、その人だった。彼女はうつ伏せに倒れて絶命している。この位置では表情まではわからない。ブラインドマン編でも死んだし、悪霊編でも死ぬのか。さっき現場に当たった警官に聞いたんだけど、倒れた拍子にできた擦り傷はあるものの、それ以外に外傷はないらしいよ。ってことはまた心停止ってわけか。やっと接点見つけたと思ったらまたもこれかよ。私たちは非常線の警護に当たるよう指示されてこの現場にいた。徳高は応援専門部署なので捜査そのものには加われない。だから詳しい死因や現場検証の結果はあくまで直接捜査員から聞くか、後で資料を見るしかわからない。なんだよ捜査一課の連中、あからさまに疑われたぞ。そう言って風森さんもぼやく。そりゃ確かに会社と最後に接したのは俺たちだけどよ。まだ被害者と決まってもいないでしょう。これが自然死なら。うな、不自然な自然死はねえだろ。まあそうなると俺らに疑いの目向けられんのもわからねえでもないけどよ。わからないわ。どうして、なぜ彼女が。まさかそんな、まるでオカルトではないか。親しい者が次々死んで最後に自分まで。おい北条、ショックなのはわかるけどよ、いつまで青い顔してぼーっとしてんだ。俺たちはこれでも刑事だぞ刑事。そうは言っても私には風森さんの言葉すら耳の左から右へ抜けていくだけだった。殺されるような何かがあったわけでもないし、自殺だって考えにくい。少し精神が参ってたところはあったけど、他におかしな様子なんて。何か妙な兆候があったとするなら、せいぜいあの不気味なメールと留守電くらいか。しかしあれでは脅迫とも思えない。非常線の方からつかつかと誰かが私たちのそばまで来る。鑑識担当のミスズだった。ああ、さっきここにいたのね。少しほっとした表情をミスズが私に向け、手にした書類やインスタントの写真の束をパラパラとめくる。ミスズ、何か分かったの？外観上、凶器らしきものはもとより外傷もなし、毒物その他の市販もないわね。そして本人所有のもの以外の遺留品も何もないわよ。微細なものも含めてね。じゃあもしかしてこれも自然死？さあ、とにかく事件か事故なのかはっきりさせるためにももっと細かい検視が必要ね。被害者は水瀬はるかさん。ここで少しみすゞは首をかしげる。 C 大学に通う女子大生ってことよね。何かに少し戸惑っているようだ。そしてしきりに手にしたカメラをガシャガシャといじる。ええ、間違いないわ。本人から聞いてるもの。さっきは顔見知りだったんだ、ご愁傷様。みすゞも少し神妙な顔をする。わからないわ。どうして彼女が死ななくちゃならないのかしら。そんなのはどんな死者にだって言えることよ。今さら刑事が何を言ってるの。ああ、もう調子が悪い。あ、スーパーチャットありがとうございます。もう PS4 版ハヤネガミ2もね、購入しております、すでに。まあできればそのスイッチ版発売までにこの1を終わらせてね、その発売日あたりにできたらいいなと思っておりますね。
美鈴は現場写真を撮るためのカメラを苛立ちながらガシャガシャ、これは読んだっけか。苛立つ美鈴とは対照的に私は終始放心していた。遥さんが死んだなんて正直今でも信じられない。助けて、お願いやから。そんな彼女の声に私はまた守れなかった。こうして各不審死を遂げた人物との接点、共通の知人であった水瀬遥さんの死因も心停止。遺体に荒らされた形跡もなく事件性はない。もちろん外傷もない。彼女は帰宅途中に突然死をしたものと思われます。今日はそうですね、休みですね。まあ来週からかなり忙しくなってほぼ何もできないと思いますけど、このまで起きたことを私は一通り淡々と説明する。もちろん内心は穏やかではない。結局彼女の死もまた心停止の突然死として、事件性のないものとの判断が鑑識から下された。果たして本当にそうなのだろうか。あなたはどう思いますか。正直彼と話をして捜査に進展があるとは思ってもいない。しかし今は藁にでもすがりたい気持ちがあった。何より彼はさらなる犠牲者が出ることを予言もしていたのだ。もしや彼は何らかの答えをすでに持っていたのでは。ふん、興味深いな。この人いつも興味深ってるな。先に言っておきますけど、前みたいに残留思念云々はなしで考えを述べてください。彼は苦笑しながらもうなずいた。では違う角度から語ろうか。確かにこれを事件と呼ぶには無理だろうな。だがごく短期間にまだ若い者が連続して心停止を起こすか、偶然で片付けるには頻度が異常。確かこの前もそんな話をしましたね。そこからまだ現代科学では解明できない問題、つまりオカルトへと話を運ばれた。心停止という死因自体あやふやなものだ。知りたいのはその心臓が停止した原因だ。原因ですか。つまり何らかの強いショックを受けるとか。少なくともこの前のようなオカルト話ではないようだ。そうだな、彼らの死因については理由がついているが、その引き起こした要因に関して何も分かっていない。故意に心停止を狙うようなそんな手段なんてあるんでしょうか。考えにくい話だが考えられないわけではない。もしそうなら人為的な、それこそ殺人の線だってあり得るのか。もっとも彼にそれが本当に心停止を狙った殺人だとして、そんなものを本当に立件できるんだろうか。そもそもそれを事件性のあるものにできるんだろうか。手段の問題じゃない、要因だよ。仮に手段そのものが立件できないものだとして、だからといって不問というわけにもいかないだろう。レーザー光線の発明されていない時代にレーザー光線で人を殺した科学者がいた場合、特定できる凶器ではないから立件はできないという話もならないだろう。また現実離れした無茶な例えだ。確かにそうです。警察はそれを探り原因を調べ再発のないよう努力する。そう、そのためにもこれには事件性がないからこそ連続して同じ要因で死んだ、その原因こそを突き止めなきゃならないんだ。彼の口にしていることはまるででたらめのようなのに、私には胸の中につっかえていたものがするりと解きほぐされたような気分になる。そうか、結果があるからには原因もあるはずで、事件性の有無や立件の困難の問題があろうとも、まずは探る。それが解決につながる。それは単純な話だ。ありがとう。何をすればいいのか少しだけ分かったわ。おや、君が私に礼を言ってくれるとはね。当然よ、私は常識人ですから。関本は苦笑する。鑑識結果から何も検出できなければ、次は人間関係を洗えばいい。なんだおい、まるで捜査のベテランやな。風森さんが皮肉じみた口調でそう横から口を挟む。
動じることもなく冷静に関本は返した。ああ、こうやって私は都市伝説の正体を探ってきたんだよ。光電伝承、その根源は人と人とのつながりにあるからね。民族学って都市伝説も含まれていたんです？いたんです？ある意味ではオカルト学と変わらないのではないだろうか。いや、さすがに何か違うか。神話や民話、伝説の類と昨今の都市伝説に成立過程の差はあると思うかな。すべては光伝、伝聞、聞いた話だろう。まあ、それはその…美鈴に言われたことを思い出したか、風森さんが少し罰の悪そうな顔をする。私に言わせれば、今回の事件はまたあくまで彼女から聞いた話であって、また劇だ。本来なら信憑性の欠片だってない。だが大抵の怪異団はそうやってまた劇の話から FOAF、 友達の友達が、先輩たちから代々、知り合いの知り合いが、そう、一つ先から赤の他人だ。あ、フレンドオブアフレンド。だからこそ無責任に伝播できるし、尾ひれもつけられる。そうして勝手に脚色され育つ話もあれば、その原型、コアな部分に真実が隠されているものもあり。 SHIT。 ああ、いいからいいから、俺たちあんたの講義を受けにここに来てんじゃねえし。じゃあ行くか。話を早々に切り上げようとする風森さんを制して、私は関本に向き直る。あなたは今回の事件の発生を予言していましたね。それって類似の何かに心当たりがあったんですか？それは今の私からは何とも言えない。あくまで君たちの調査次第だ。こんな野郎、手前から思わせぶりな話振っといて何よ今さら。おい、こんなインチキ野郎、これ以上図に乗らせんなよ。じゃあ行くぞ、2回目。インチキでも気休めでも、彼の話に私は励まされた。何をすべきか、それがはっきりしただけでも大収穫だ。ん？これが水瀬はるかの部屋？赤いな、赤すぎやろ。もちろん捜査令状は持っていない。警察手帳を見せ、大家さんに無理を言って彼女の部屋を見せてもらうことにどうにかこぎつけた。あの大家が法律に詳しくなさそうだからよかったものの、普通に違法捜査だぜこれ。意地悪そうに、そして半笑いで風森さんがそう言った。なんだかんだで面白がっているんだろう。なあ北条、そうまでしてここに乗り込む必要があったのか。要因を探る、人間関係を探る、それには遥さんから調べるのが一番だと思うの。他の不審死を遂げた死者では、少なくとも竹中親子以外にお互いの接点はない。唯一の接点である彼女こそが要だ。調べたところで何が出るかってな。いかにも女性の一人暮らしという様子の彼女の部屋、華やかな服装や外見と比べても地味で質素で、誰か他人をこの部屋に開けたこともなさそうに感じる。遥さんはこう言ってたの。昔から周囲の人間の死にやたら出くわすって。親しかった人が次々と死に、やがて一人ぼっちに。考えるだけでもつらい話だ。んなヨタ話をどこまで信じられるかって話だな。だがまあ、現にこうやって何人も死んでるか。つまり彼女を中心に死のサークルができているなら、その原因に関する手がかりが欲しいんです。調度品も家具もそう多くはない。何かあるならすぐに調べられそうでもある。問題はその死のサークルの中心が今回死んじまったってことだよな。こりゃどういうわけだ。だからそれも探るんです。その時彼女のつけていたノートらしきものを棚の隅で見つけた。その時すぎるな、それ急やな。それぞれに年月日が表紙に書かれている。ここに移り住んでからのもので何冊かある。これは
日記帳？ん？まあ死んじゃってるんだし構うことはねえや。中を確認するか。パラリとめくる。そこには奇妙な文字が踊っていた。日付、そして名前、書かれている内容はそれだけ。それがほぼ毎日同じものがずっと並んでいる。なんだこりゃ。つうか誰の名だこりゃ。そこにはただ人名だけが並んでいた。文字はその日の気分ごとによって左右されている様子だ。丁寧に書く日もあればぐちゃぐちゃに書いている日もある。さあ誰なんでしょうか。というかこれ正気の沙汰には思えなかった。少しゾッとくる。追い詰められている様子こそあったけど、自分の見た限りはるかさんは極めて普通に見えただけに。知人の名前か。どういうことだ。もしかするとあれか、ノートに名前書いたら人が死ぬとかいう、デスノート。冗談はやめてくださいよ、バカバカしい。だいたいそんなオカルトあるわけないでしょ。ないのだろうか。何らかの形でオカルトめいた何かが背面に潜んでいる可能性は正直否定できない。いや、そこは否定しないと。どうなんやろう。心霊写真、そしてあの幻覚。私の頭はオカルトの方へすでに引っ張られている。これで冷静な判断ができるんだろうか。そもそも死のサークルの原因を探る。これはすでに現代の科学では解明できない何かという関本の口車に乗っているようなものだ。あ、もしかしてこれあれか。これだったらすぐわかるぞ。水瀬の友好関係。何でしょう。風森さんが棚から取り出したのはどうやら卒業アルバムらしい。つまり高校時代のクラスメイトが載っているはずだ。学校名と年度が表紙には印刷されている。ほぼ間違いないだろう。ってことはあれか。さっきの名前ってのもここにあるのを書き写したとかかな。そう言ってパラパラとめくる。クラスごとの名簿もある。個人情報保護で住所までは載っていない。しかしこれ卒業アルバムですよね。多分な。っていうか最初の方にそう印刷してあったろ。だったらなんすかこれ。何ってアルバムだろ。アルバムだよな。いやこれ本当にアルバムか。アルバムなのに集合写真がない。学年全体の集合写真がない。個人写真すらもそこには一枚もない。あるのは高校生活における各行事のスナップ写真だけだ。どういう学校なんだこりゃ。さあちょっと調べてみる必要がありますね。卒業生の名前とそれにすら何か下線が入っているものとそうでないものがある。何か不気味な予感だけはそこにあった。引っ張るな。とりあえず彼女には身寄りもないようだし、遺品の一切は調査資料として確保できるように手はずは整えたから。それから風森くんがアルバムの制作会社を当たっています。写真等のネガがあれば貸し出してもらえるようにと。しかし遅いですね。ええ、もうすっかり夜更けですよね。私は黙々とアルバムにある名前と彼女の日記に記されていた名前と照らし合わせていた。半数近くは合致する。もちろん日記にない名前もあればアルバムの全員の名前というわけでもない。その法則性や共通項がまだわからない。遺品というか遺留品ですが、これもどういうことなんでしょう。捜査一課と鑑識から調査済みのものとして預かったビニール袋に入った携帯電話を手にする。もちろん遥さんのものだ。どういうことって。メールも留守録もないんです。彼女があの後恐怖心から 全消去してしまったと思ったんですけど。メールの件を一応報告して捜査一課の方でも調べてもらったようですが、そもそも通信会社側に受信記録も彼女の携帯電話に転送した記録もないんです。ってことは あれかな。はい、北条くんの見間違いって話じゃないかな。
残念ながら私の記憶にしかないのならそう判断するしかないのです。正直わけがわからない、そして悔しい気もする。でもあれは私の思い過ごしだったと思うしか、それ以外に統合性のつく答えがなかった。私も疲れているんだろうか、記憶の混乱か幻覚か、自分の見聞きしたものが信用できないようではさすがにいろいろと自信も失せてくる。ファッ、ノックもなく勢いよくドアが開き、どかどかとうるさい足音を鳴らして誰かが入ってくる。確認しなくてもそれが誰かは分かっていた。おい、あったぞ。やれやれ、見つけ出すのに苦労したよ。そう言って風森さんが顔を出す。遅いですよ風森くん、何かあったなら連絡の一つくらい。いやそれがよ、この学校のアルバムはカメラマンのこだわりで銀字用で撮影してたな。だからデータじゃなくてフィルムでネガもあったんだが、それが普通のところに保管してなくってな。そこを訪ねて行ってそれから焼くのにまた一苦労で顔全体に毛があるように覚えてならない。気になるよね。僕も気になってたわそれ。普通のところじゃないってどんなところに保管してたんです？それがな、神社だよ神社。はい？まあなんつうかあれだ、薄気味悪いってんでお祓いに出されてたんだな。これが薄気味悪いってまさか。嫌な予感がした。持参した封筒の中に風森さんは手を突っ込む。現像したカメラ屋の親父がさ、嫌な顔してたぜ。まあ無理もねえや。これやドン。そう言って風森さんは写真を広げた。顔がない、首がない、足がない。なんとなくは覚悟もできていた。しかしその写真を見て私も黒田課長も声も出さずにただ息を呑むだけだった。その全てが心霊写真だった。息を呑む、いくらなんでも大量すぎる。全てが全て心霊写真だなんてさすがに想像を超えていた。こんなことってありえるんですか？ありえるかどうかって言われても、現にこうして目の前にあるんだしな。確かにこれじゃあ卒業アルバムは作れやしないね。さすがに合成でも事故でもないですよね、これだけあれば。しかも全部が全部そうだなんて。一体なんでこんなことに？まともな卒業アルバムが作れねえ原因はそれだけじゃねえよ、もう一つある。いや、こっちの方が理由としてはでかいかな。どういうことです？確かにこのアルバムは何かおかしいけど。いや、いくら学校側で用意した銀字用写真が全て心霊写真でも、個人写真くらいは別途に撮れるだろう。集合は無理でも丸枠で囲む個人写真くらいは載せられたはず。水瀬はるかのクラスは高校3年の修学旅行の時に事故に遭ったんだ。多くのクラスメイトが死んでる。え？何年か前に話題になっただろう。修学旅行先で列車が転覆事故を起こして、確かかなりの大惨事だった記憶がある。まさか彼女があの事故に立ち会っていただなんて。つまり彼女は奇跡の生き残りの一人っつうことだ。それじゃあ遥香さんの言ってたことは、みんないなくなる、自慢じゃないけど死ぬ人が多い、まるでこれじゃ疫病神か何かだわ。そのアルバムだって過半数は死者の名簿だよ。記念通より記念のアルバムだなうまいこと遺族と生き残り向けの、そんなもんに心霊写真載せられっかな。炎、これであのにわか信じられないような彼女の発言の裏が取れたというわけか。つまり同級生に呪われてたっていうことか。